どうもブヒケンとドゥデン本日の宴はですね、野菜炒め、もやし炒めかな、それとタコライスですね。でちまちょんはトマトで参加しましょう。あと胃のおやつねダイエット中だからちまちょん。で今日はまずはビールでいいにしようかなと思ってます。一本で終わればいいなね。いやー今日も暑かったですね。いやー今日久しぶりじゃないですけど、56年シェビートラックちゃんの作業は今日から復活しまして、まあ何しろ暑い今日はね、だらだら汗かきながらやってましたよ。まあ大したことは今日はやってませんがね。よしそんな感じで、ではお疲れちゃーん。今日の宴は、薬味そばですね。いろんなそば、まあ暑くてなあちまくそ暑かったっすよ今日。まあポカポカ容器の上にね、ずっとこう反復作業みたいのをずっとシャコシャコやってたんで余計なんですがね。まあそんな感じで今日はもう冷たいもう食べ物をちょっと食べたくて、さっきスーパーでなめことこの天かすを買ってきたんですよ。でそれついでにね、天ぷらが70円だったのでね、このアナゴ天ぷらこんなでかくて70円ですよ、すごいですよねこんな感じで、あビール今日は、冷やし中華と出来たての南蛮漬け、そしてにょんこにやろう、お前はこれだぞ、犬やちゅ、目ついてるよ、目目の上に何かついてる、今ピッ取って取らして、ほら毛がついてる毛が、よしいやー今日もね暑かったっすわ、暑かったなあちま、夏かっつうぐらいね。昨日でビール終わっちゃったんで、さっき買ってきちゃいましたね。では始めようか。本日の宴は、いいですね。今日いい感じですね。南蛮漬け。昨日作って、1日経ってるんで、これ明日が最高だと思うんだな。それと昨日の冷やし中華の上に乗っけたやつの残りね。それとそう冷蔵庫の中にこの前チキンステーキを作った時に解凍した鶏肉ちょっと忘れてて、それを今日食べちゃおうと思います。まあただ焼いてね食うだけなっちまでちまちょんこれよし、今日も頑張ったからよいしょ、ビールが甘いぞ。いやーもうここ数日ねシェビートラックちゃんの制作でねブリバリ仕事してますんでね、今日はそこまで暑くなかったな、やりやすっけな今日なお前は可愛いな。それではいただきます。よかったよほら、にゅ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 なんだイバリンボちゃん、はい。